フォティックスのブースにやってきました。こちらにいらっしゃるのがですね、フォティックスの日本の正規の代理店のサエダの榊原さんです。榊原さん、よろしくお願いします。お願いします。たくさん照明機材が並んでるんですけれども、はい、新しいものや、既存のものを含めて案内いただけますか。はい、はい、かしこまりました。こちらが L1000R ですね。はい、ちょっとざっと先に 500R、はいはい、100R があります、はい、でこちら、失礼します。既存の製品で M200R っていうのがあったんですけども、はい、これが大体スマートフォンぐらいの大きさですかね。そうですね。で、はい、こちらのタイプの、ざっと小さいものと大きいものというのがあります、はいはい。で今まではどうしても物撮りとか、はい、ライブ配信とかですね、ちょっと光の面も小さいですから、はい、光の弱さもあったんですけど、はい、こういったより大きいものになりまして、じゃあこれで物足りない方にはこういった大きい照明機材を使ってもらおうと。で、逆に小さいものは、はい、コンパクトに持ち運びが可能ということで、はいはい、使っていただければと思います。はい、この辺参考出品なんで、はい、ちょっとまだ仕様とかも変わるかもしれません。あ、そうか。いつぐらいにじゃあ日本で売るかもまだ決まっ細かいところまで決まってない感じですか。決まってない、すいません。わかりました。で、例えばこの照明機材、はい、電源とかはどういうものになるんですか。電源、電源は内蔵バッテリー入ってまして、はい、充電、内蔵バッテリーだけですか。そうですね。 AC とかは使えないんですか。 AC は使えないんですね。はい、あ、ってことはこれで200分だから3時間ぐらいですかね。そうですね。最大充電の、一番強い光で発光して200分、はい、まあ、でも結構たっぷりと使える感じですね。わかります。これバイカラーですかね、すべて。はいはいはい、わかりました。なんか結構かわいい、こんな、これも、M5 という、最近はもうマッチ箱っていう表現がなかなか通じないんですけど、どうだろう石鹸石鹸よりちっちゃいかなぐらいの、結構コンパクトなものまでありますね。はい、これはバイカラーじゃないんですけども、これはバイカラーじゃないんですね。なんか結構ちょっとあると便利ですね、照らしたりとか。そうです、ちょっとした時にそうですよね。今時だとウェブ会議なんかでもちょっとあるとね、顔が明るく見えたりして便利ですね。いいと思います。そうですね。あとはで、これはなんか見たことあるようなないような感じの、はい、最近よく出回ってると思うんですけど、はい、AR35 ブームアームスタンド、はい、というもので、はい、今言われましたように、こういった感じですね。4分の1ネジがついてます。はい、ってことはじゃあ照明機材つけてもよし、ちっちゃい例えばウェブカメラつけてもよしみたいな使い方ができるんですか。はい、それもそうですし、はい、こういったマイクの、はい、はい、が付属でついてますんで、じゃあ今お手元にあるようなこれをマイクをここに差し込んで使うこともできるわけです、ね、ライブ配信でも大丈夫です。はい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 、わかりました。なんか今度はちょっと大きいものになりますけども、そうですね、こちらもちょっと参考出品にはなるんですけども、はい、こちら X160 ですね。はい、こちらがフォティックスで、初かな、初のモノブロック LED ライトになります。はい、はい、この表のバルーン状のものは別売な、オプションなんですよね。別売です。これはもう今既存で販売してます。わかりました。御社の製品を例えば買いたいとかなった場合は、はい、どうするのが一番よろしいんですかね。弊社の、弊社株式会社サエダと申しますけども、はいはい、サエダで、検索していただければオンラインショップがあるんです、ね、はい、ありますので、そこでクリックしていただければ簡単に購入できます。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。